こんにちは、シロです。こんにちは、ゆりです。今回は八丈島ダイビングスタイルと、生き方とかね、もろもろの情報をすべて、アラベスクの小金沢さんにご紹介していただこうかと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はね、こんな真面目な動画撮ってなかったんですね。そうなんですよ。意外と八丈島の紹介をまだ一度もしっかりしていなかったということで、ぜひぜひ今回はいろいろとお伝えできればと思います。まだ八丈島来たことない方とかね、気になってる方とかに向けて、まあ、どう行ったらいいのかとか、うんうん、どういうダイビングスタイル、あと季節とかそういうことを含めていろいろお聞きしたいかなと思います、うん、そうですね、はい、何でもいろいろ知ってることはお伝えできればと思います。まず早速、八丈島への行き方、はい、今だと飛行機と船あると思うんですけど、はい、飛行機は1日3便1日3便飛んでおります。朝一が、羽田発が7時半、あとはお昼ぐらいに飛ぶのと、夕方の、だいたい羽田を出るのが4時前ぐらいですかね、うん、その3つが飛んでます。船だとどんなスケジュール？船だと、竹芝桟橋を、10時半出船して、八丈島にだいたい8時50分とか9時前ぐらいに着くような便が1日1往復走ってます、うん、じゃあ船の到着と飛行機の1便がだいたい同じ時間に？そうですね、だいたい少し差はあるんですけれども、まあ、船の方が9時に着いてもその日のうちに3本潜れるのは八丈島の1個のメリットなので、そんなに大きな大差はないと思います。小金沢さん的にはどっちがおすすめですか？いらっしゃる方のお仕事とかにもよると思うんですけれども、まあ、朝強い方とかであれば、飛行機で来ていただくのが体の負担としては少ないのかなと思いますね、うん、ただ例えば前の日が残業であったりとか、やっぱりダイビングの場合には仕事をこう終わらせて次の日ダイビングだっていう方も多いのかなと思うので、はい、そういった場合には、10時半に竹芝から出る船の方がしっかりとこう仕事をして一息ついて、船に乗って、でちょっとこう飲んでゆっくり寝て八丈島に着けるので船で来るっていうのもいいかなと思います。なんか寝て起きたらね、着いてると一番楽かもしれない、うんうん、そうですよね、旅行感もありますしね、旅感というか。あとダイビングするんであれば機材たくさん持ってるから、うんうん、その飛行機に重量オーバーとかの可能性もないみたいな船だとね、うん、うん、そうですね。八丈島の場合には、まあ、ゆうパックさんとかヤマトさんとかも東京都の料金と一緒なので、うん、意外とこう事前に機材をお店に送って体一つでこう来る、はい、バッグ1個で来るっていう方の方が多いですね。それ楽ですね、うんうん、まあ、行きは船で帰りは飛行機とかね、その逆も、うん、できたりするんですよね。そうですね、できなくもないんですけれども、帰りだと八丈島が船で出るのが確か10時前ぐらいなんですよ。あ、朝早い。そうなんですよ。そうすると昼間の間をずっと船で過ごすっていうことになるので、うん、船旅が好きな方はおすすめなんですけれども、うん、まあ、やっぱりこう帰って少し自分のことやりたいとか、うん、そういった方は、飛行機で朝の1便で帰るとか、あとは、せっかく八丈島に来たからお昼もしくは夕方までは島の観光する方とかっていう方もいるし、今うちの場合にはナイトダイビングで、浮遊系のナイトダイビングとかする場合には朝一便じゃなくてお昼とか夕方の飛行機にしてくださいねっていうことを伝えたりとかするので、結構こう飛行機と船と用途に合わせるといろいろとバリエーションは出るかなと思います。ちなみに船と飛行機で就航率の違いとかあるんですか？大きくはそんなに大きくは違わないんですけれども、例えるなら台風が近づいてきた時は船の方が、うねりが来て台風が来て通り過ぎるまでだいたい2日か3日間ぐらいは影響が出やすい。で飛行機の場合はですね、逆に台風とか近づいてきた時には台風が直撃するギリギリぐらいまでは結構飛ぶんですけれども、で、過ぎ去った後は結構普通に飛行機は着くので、うん、影響自体は船よりかは飛行機の方が少ない、うん、ただ通年を通すと低気圧が近づいてきた時とかは逆にですね、船は大型なので影響は出にくいですけれども、飛行機の方が低気圧の時は欠航若干しやすいから。あ、そうなんですね、はい、うん、じゃあ船のがまだ来やすい、うんうん、そうですね、通年を通すと船の方が就航率は高いかなと思います。まあ、その辺は運ですよね、うん、もう運だし、僕たちでもわからない時があるので、ショップの方に多分事前にこう問い合わせて大丈夫ですかねとかって聞いた方がいいかなと思いますね、はい、八丈島って
行ったことない身からすると南国じゃないですか。はい、そうですね。僕もそう思ってました。はい、暖かくて、まあ、沖縄みたいなのかなみたいな、はい、っていうイメージがあるんですけど、はい、実際のところどうなんでしょう。実際のところはですね、そんなことはございません。だいたい八丈島は緯度でいうとですね、高知県と同じくらいなので、そんなにこう南の方の島ではないんですね。ただ黒潮の影響があるので暖かい海流に囲まれている分、まあ、気候が比較的こう亜熱帯に近い気候になっているっていうのが一点、あとはですね、通年を通して温度差が少ないっていうのもあるので、そういう意味ではあの陸上の植生とか海の中も南国っぽいのは間違いないですが、冬は普通に寒いです。ちなみに水温って年間でどのぐらいの変化なんですか。一番低い時で、まあ、2月とか、はい、で19度18、19、20ぐらいが一番下ですかね。あ、でもそのぐらいなんですね。これぐらいですね、はい。一番高い真夏の時に関しては、まあ、通年は29度から30、29、30いくかいかないかぐらい。はい。で、まれにその年によっては31度に行ったことが僕も一回経験ありますかね。めっちゃ暖かいですね、はい。その時は暑かったですね、普通にウェットで潜ってても。ウェットとドライの切り替え、まあ、ゲストさんのその、はいはいはい、ウェットとドライのお客さんの比率ってどれぐらいから変わってくるんですか。そうですね、伊豆で潜り慣れてる、関東の寒いところでも潜り慣れてる方はもうゴールデンウィークぐらいから水温大体20度から21度くらいあるので、はい、ウェットスーツで潜ってる方はいらっしゃいます。はい、それでも少数ですかね。梅雨ぐらいからウェットの方がどん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 増えていって比率がこう入れ替わっていく、そういうイメージですかね。でどれぐらいまでですか。秋10月11月ぐらい。ウェットスーツで潜れるのは11月の上旬中旬ぐらいまでは頑張れば潜れます。はい、陸上がその後はこう寒くなっちゃうので。ああ、そうですね。海の中は水温が23度ぐらいあるんですけれども、上が風が寒くなると体がその後冷えやすくなっちゃうので、その辺でこうドライスーツの方が増えるようなイメージです。八丈島どんな生物が見られるんでしょうか。いい質問ですね、ありがとうございます。八丈島はですね、伊豆諸島の一番一応南の方にあるっていう位置づけなんですけれども、はい、友禅っていうお魚がおりまして、はい、でその友禅はですね、一応八丈小笠原の日本固有種っていうふうに言われております。もちろんこの辺だけでしか見れないわけじゃなくって、三宅島であったりとか、あとはなんか今は沖縄の一部にでもいるとかいないとかっていう。そうですね、なんか大東、南大東、はい、ちらっと見ました、っていうのもあるので、ここだけではないんですけど、一応八丈小笠原の日本固有種言われてる友禅が一個、大きなおすすめでございます。あと何といってもこうマクロ系、ミウシとか、八丈達とか、ね、八丈島っていったらそういうなんかマクロがすごい有名なイメージがある。そうですね、マクロは非常にこう種類に富んでいる、あの黒潮の影響をすごい受けるので、それこそ伊豆の方にもいるような北方系のお魚もいるし、あの小笠原にいるような南方系のお魚もいるし、あと黒潮の影響でこうミクロネシア系のお魚が潮に乗ってきたりもするので、そういったところのお魚がこう少しずつ少しずつなんかね、幕の内弁当ってお客さんに言ってるんですけど、いいものが少しずつこうあるような感じ。ただその反面、例えば銀ガメのトルネードがあるとか、一個の魚がもうわじゃーっているっていうのは通常のダイビングの水深だとあんまりないかなとは思いますね。もちろん金魚花ダイが群れてるとかね、あのスズメダイが群れてるとかっていうのはありますけれども。生物的なシーズンっていつぐらいなんですか。じゃ例えば、はい、そうだな、ウミウシのシーズンっていつなんですか。ウミウシの個人的なおすすめは3月4月ぐらい。ウミウシって寒い時の方が数はやっぱり増えるですけれども、なんでその時期がおすすめなのかっていうと、冬のウミウシが増えてたくさんいるところに4月ぐらいになるとですね、今度あの春のウミウシとかウミコチョウとかそういったものが混ざるんですね。なのでそうすると冬のウミウシ、初夏のウミウシ、春のウミウシっていうのがこう混ざるので、全体的にこう種類が一番増えるのがそれぐらいかなと思います。はい、ということは冬のウミウシ、春のウミウシがいるってことは夏とか秋もいるんですか。夏のウミウシ、夏によく見れるウミウシもいます。
ただ夏ってそもそも水温が高くなるので、はい、数自体が若干減るかなっていう個人的なイメージなのと、はい、ワイドを楽しんでしまうのであんまりウミウシって探さないの で僕が見ていないだけかもしれない。あ、じゃあ逆に言うとワイドのシーズンは夏なんですか。夏、そうですね、夏から秋、まあ、あとは初夏とかもこう海流の関係で大物が見やすかったりするので、そういった時期もあのおすすめですし、初夏はあとはもう一つ友禅玉、水温23度前後ぐらいで日本小石の友禅がこう群れるんですよ、産卵行動のために。それが見れるのがだいたい5、6月とあと11月ぐらい。なんか最近だと冬のこのクジラ、はい、なんか有名だったりしますよね。そうですね、ビーチダイビングクジラ見れるんですよ。、はあ、ビーチでクジラすごい、すごいよね。すごいですよね。まあ年にね、こう島の中のショップさんでも5ショップ6ショップぐらいなので、やっぱりこう非常に稀な体験ではあるんですけれども、実際会えるとマジで感動します。はい、はい、そのビーチポイント自体がそんなにいつでも入れますでもないですよね。そうなんですよ、そのナズマドっていうポイントなんですけれども、冬は西風の影響でほとんど入れないで、ザトウクジラの目撃例が多いのもほとんどがそのナズマドなので、そもそもね、会える会えないの前に海に入れる率が少ないっていうのがありますね。今ちょうどポイントの話が出たんで、はい、その他の、じゃあまずビーチのポイントをちょっとご紹介いただけないでしょうか。はい、もちろんでございます。ビーチで、島の方たちがメインで使っているのがですね、3つあります。1個が底戸で、もう1つが八重根っていうポイントで、もう1つがナズマドっていう、その3つが、メインかなと。でそれ以外にもですね、ウミウシが多いオッチョガハマっていうポイントとか、あとはあのボートダイビングとかだったらたくさんもっともっとポイントあるんですけど、メインで使うのが多分この3つかなと思いますね。それぞれどういった特徴があるんですか。まず全体的な特徴で言うと、八丈島は溶岩の島なので、どこのポイントにもですね、素晴らしいこうダイナミックな地形があります。あとアーチがあったりとかが非常に特徴的かなっていうのがありますね。僕らはね、いつもお世話になってる、うん、そうなんね、いつもの八重根みたいな、いつもの八重根、八重根のね、あのアーチ、ね、アーチの下のソフトコーラルがめちゃくちゃ綺麗とか、うん、とか、あとは底戸、底戸はめちゃくちゃ歩くっていう、うん、イメージかな。そうですね、あ、見てくださってる皆さんにお伝えするんだと、一般的って言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、ビーチダイビングってこうだよねっていうイメージからは少し違うかなと思いますね。はい、す、若干ハードめですよね。そうですね、若干ハードめだし、あのビーチダイビングとは思えないぐらいダイナミックな地形とかアーチとかがあるので、そうですね、最近よく言われるのが、まあ、沖縄とかで初心者の方で潜ってた人が、ビーチダイビングなんですかっていうと、こう遠浅の場所でよいしょよいしょよいしょって歩いていって、スッと入ったら砂地が広がっていて、なんか熊の実の岩があるみたいな感じではないです。もう入ったらすぐ水深3メーター5メーター、ちょっと行ったら10メーター、ただ若干泳ぎますけどね。はい、でもスクーター、うん、スクーター、ね、スクーターあるんで、そうです、スクーターをねたくさん用意してるので、スクーターダイビングとかもいいかもしれないです。結構八丈島の、まあ、いろんなショップさんもスクーター使ってると多いですよね。そうですね、多いですね、見ますよ。なんかそのマクロで写真を撮る方とかも多いですし、うん、ダイナミックな地形のところまでやっぱりこう10分弱ぐらいは泳ぐとこが多いんですよね、うん、そうするとやっぱそこの部分の体力をちょっと残しておきたいとか、うん、あとはもっと地形がこうダイナミックなところを回ってみたいとかっていうので、うん、スクーターを持ってるショップさんは非常に多いです。なんか基本ビーチがメインになると思うんですけど、はい、ボートってどんな感じなんですか。ボートダイビングすごいいいですよ。よく言われるのがビーチがダイナミックなので、まあ、ビーチでも十分楽しめるよねっていうので、こう若干ボートダイビングの比率が少なくなって、でもそれってボートダイビングが面白くないわけではなくって、ボートはボートでですね、非常にこうもっと複雑な地形の、アーチがあったりとか、巨大な根があったりとか、あの逆に外洋に浮かんでる島なので、ちょっと行ったらこう水深ってすごく下がっていくので大物の遭遇率とか、そういった部分でボートはボートの魅力がね山ほどあります。大物って言うとどういうのが見られるんですか。八丈島で大物だとハンマーとか、はい、結構な大物ですね。あとはニタリとか、ニタリも出るんですか。ニタリもそんなに数は多くないですけれども、普通に
見れます。めちゃめちゃ運がいい人かもしれないけどね。あとあれがあるじゃないですか、みんな大好きな、え、みんな大好きな青海亀青海亀、みんな大好き、熊の実、うん、違う、イルカだよ、イルカ、あ、イルカ、イルカですね。最近イルカのね目撃例も多くなってきて、あの島周りに、はい、多分一家族だと思うんですけれども、もうずっと住み着いていて。あ、そうなんですか。そうで、去年とかはその子供も生まれているんですよね。へえ、その家族の。そうです、そうです。でぐる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 回ってるので、まあ、狙っていつ会えるっていうよりかは島周りぐるぐるしているので、うん、この間かな、つい3日ぐらい前も、はい、あのうちではないですけれども、謎窓潜ってる時に他のショップさんがいるか遭遇したりとかっていうのはあります。いいな、はい、皆さんの日頃の行い次第かと。そうですね、はい。小金沢さんがおすすめのダイビングプラン、うん、そ、何日来て何日ぐらい潜るみたいなおすすめってありますか。僕から個人的にはなんか1日だけだともったいないな、うん、そうですね、やっぱりなんか2、3日来て、はい、まあ、体もね慣れるだろう。白旅さんはどんなおすすめプランが。僕はですね、会社を午後休して、はい、まあ、午後一番最後の便でのんびり来て、で次の日、はい、潜ってまた次の日潜って、まあ、2、3日潜って、うん、最終日は、まあ、お昼か、はい、うん、そうですね、3便で帰るっていうのがいいかな、うん、まあ、もしくはあの仕事があったら仕事終わりに船で来て、うんうん、で次の日から潜るっていう。まさにでもおすすめの通りだと思っていて、これは個人的な意見なんですけれども、お休みが4日5日あったら、例えばね海外行ったりとかちょっと沖縄の離島行ったりとかっていう選択肢が出るんですけど、まあ、4日5日こう頻繁に取れる方っていうのはそんなに多くないのかなっていうイメージで、だいたいやっぱ取れるのが2日3日だと、八丈島は到着してその日のうちに3本ナイトまで入れて4本とか潜れますし、まあ、もちろん2日目も潜れる。で2泊3日でダイビング6本7本潜って陸上も楽しんで帰れるっていうのは非常にメリットだと思うんですね。なので、まとめると4泊5泊あるんだったら、多分八丈島じゃなくって他の場所を楽しんでいただくのもありかなと思います。ただ僕だったらそうするかなと思って、でもやっぱお休み的にあと2日3日の方が多いので、そういった時には八丈島はとてもこう時間に対してのダイビングの本数であったりとか陸上の楽しみ方も合わせて、あの満足度が高い場所かなと思いますね。なんか船も飛行機も朝一に着く便があるから、うん、確かに。でその後潜れるのはね、時間的にすごい、うん、効率がいい、効率的に使える、ね、ちなみにアフターダイビングみたいな、はい、おすすめの過ごし方ってありますか。あ、最終日とか、まあ、もちろん潜れないと思うんですよ、飛行機があったりすると。アフターダイビングの過ごし方としては、八丈島は、まあ、離島はねどこも自然っていうのが豊かだと思うんですけれども、非常に気に入っているのがですね、コンビニがない、あとはチェーン店とかがないので、あの島のどこをですねレンタカーでぐーっと回ってもこう日常ですね、まあ都内とかに過ごしている方のコンビニがあるとか、あのスーパーがあるとかってああいう日常がないので、結構リラックスドライブするだけでもしやすいのかと思います。あとはそう、ソフトクリームとかも美味しいのがあったりとか、あのおしゃれなカフェとかもあったりするので、ゆっくりカフェ巡りとか散歩したりとかっていう時間の使い方がおすすめ。あとは、食事が八丈島とても美味しいので、あのランチであったりとか、もしくはそのダイビング後の飲食店とかも非常におすすめですね。私たちもね、なんか古民家カフェ巡りみたいなのしたよね。あ、したした、うん、前にアップしたんでちょっと見てみてください。はい、あとは毎回行くジャージーカフェとか、ね、そうおすすめですよね。とりあえずアイス食べよう、とりあえず美味しい、何回食べても美味しい。ダイビング一日の流れっていうのをご紹介していただけますでしょうか。そうですね、いろんなショップさんによって多少違いはあるかなと思うんですけれども、大きな流れとしてはまずこう飛行機でいらっしゃることと、あとまあ船でいらっしゃるっていう大きなパターンなんですけれども、到着した日にですね、だいたい午前中に1本でお昼を挟んで午後2本潜るっていうショップさんが、ほとんどかなと思います。でお昼
なんですけれども、お昼は食さんによってはスーパーによってご自身で買っていただくところとか、あとはまあお店さんの方でお弁当を用意しておくっていうパターンが多いと思いますね。あ、じゃあスーパーによっていただけるんであればそこで飲み物買ったりとかもできるわけですね。そうですね。ただお店の場所によってスーパーが若干こう近かったり遠かったりによって違うので、そこはあの予約しているお店さんに確認するのがいいかなとは思います。ペスクの場合だとあれですよね、朝送迎してそのままショップ行く途中でスーパー寄って、そうですね、あの場所によっては寄れるので、まあ、そこはそのホテルの場所によって若干こう臨機応変に対応してるっていう感じですかね。で3本終わるのって何時ぐらい？3本終わるのがだいたい5時前後ぐらいなので、あのいらっしゃった場合には日中3本潜って、機材とか洗って、まあ、5時から6時の間ぐらいにこうホテルにチェックインでお送りして、で、まあ、うちの場合にはそのまま飲食店さんにお送りしたりとかということを行ってますね。もしあのナイトダイビングをする場合、もうちょっと遅くなると思うんですけど、その場合はどうなるんですか？そうですね、ちょっと他のショップさんがどういうふうにしてるのかは、分からないんですけれども、うちの場合にはだいたい3本潜って、はい、先にチェックインを済ませて、まあ、スーパーで夕食であったりとかそういったものを買っていただいて、またお店戻ってきてナイトダイビングで、ナイトダイビングが終わったら時間もあの遅くなってるので、はい、あのパッと機材片付けていただいてホテルにお送りするっていう、うん、そういうような流れです。なるほど、なるほど。あと機材って、はい、その最終日乾かなかったりとか、そのもうちょっと乾かしたいみたいな時があった時に送ってもらうことって可能なんですか？うちは行ってます。はい、やっぱりびしょびしょの状況でとかいろいろあるので、まあ、完全に乾かすっていうところではなく、水が切れて乾いた状態でパッキングをして着払いでお送りするっていうのは行ってます。助かります。助かるね。どうしてもね、朝がこうバタバタしやすいですし、あのホテルさんによってはちょっと遠いのでごめんなさい、ホテルの送迎で空港までお願いしますっていうところもあるので、うん、はい、その辺も多分それぞれの職さんに確認していただくのがいいかなと思います。そうですね、うん、はい、僕らいつも利用させていただいているこのアラベスクのショップなんですけど、はい、やっぱね、はい、このショップの雰囲気というか居心地の良さ、うん、そうですね、ありがとうございます。なんか普通にこうやってね動画撮ってても、はい、嫌な顔もされず、うん、まあ、言うなればお客さん今見てますからね、動画撮ってるところ、参加してくれる方とか、ね、いらっしゃいますからね。そうですね、なんかみんなゲストさんが温かい気が、そう、温かい気がします。協力してくださる、ありがとうございます。もう皆さんのおかげで成り立ってますからもう本当ね、なんかショップ自体もなんかいろいろ揃っててすごく、なんだろう、うん、便利なんですよ。ちなみにどんなところが？まずあのゲスト用のテーブル、各テーブルに電源が置いてあるので、はい、あ、便利。そう、あとはあのトイレ周りとか、うん、水回りもすごい綺麗な上に全部揃ってるんですよね。例えば細かい綿棒だとか、はい、ドライヤーも2セットあるし、はい、なんかその辺のね、なんかショップ紹介前に動画にしたんですけど、そうですね、はい、ぜひぜひそっちもチェックしてもらえればと思うんですけど、はい、やっぱすごい過ごしやすい、心地がいいショップなんで、うん、おすすめです。おすすめです。シャワールームもちゃんと3つあって使いやすい、ぜひシャワーダイブを見た後に来てください。あの素敵なドリンクをご用意してお待ちしております。なんかアラベスクさんっていろいろなんかイベントやられてるじゃないですか。そうですね、はい、独自でいろいろ考えて、今だと例えばあの海牛ビンゴっていうのをやっていて、八丈島は海牛の種類が多い場所なんですね。なのでそれをこうリストにしてあるところからお客さんがこうご自身で選んでいただいて、で海牛をこう種類を見つけながら、ここがいた、この子いた、この子いたっていうので、こうビンゴを作っていく。めっちゃ楽しそう。いや、あれね、結構盛り上がるんですよ。皆さんチームで行うんですけれども、一人が何々を見つけたじゃなくって、それぞれ選んでいただくと違う場所に違う海牛の名前が入っているので、みんなで見つけてビンゴを揃えると。でそうすると一体感が生まれる。そう、一体感が生まれながらも、ここの1個を見つけたいのが結構普通種だったりするんですよね。みんな血眼になって普通種を探すっていう、女すりとかですか。そうそう、そういう、例えばそういうようなことで面白い一体感とストーリーができるので、はい、とても、ね、盛り上がります。あとなんか海牛直行便みたいなのもありますよね。そうなんですよ、気になってました。結局あの海牛を探すときに、はい、あの八丈島の場合には海牛が多いところに行くのも、まあ、5分ぐらい泳いでとか、はい、あの少し、ね、泳ぐことが多いので、その時間探したいじゃないですか。
なるほど、なるほど。まあ、八重根だったらもうそのままアーチに直行したい。そうなんですよ。直行してそこでウミウシを探す時間を少しでも増やすために、はい、ウミウシ直行便って言ってこの水中スクーター、はいはい、を用意しているので、ウミウシが多いところまでみんなでビューッと行ってウミウシを探して帰ってくるっていうのをこう織り交ぜながら、はいはい、やってます。これちょっと思ったんですけど、はい、カメラ持ってる場合とか どうなるんですか？あのカメラを持ってる場合にもカラビアにつける場所を変えていただいて、はい、干渉しないようにして、じゃあこっちにカメラ、こっちにスクーターみたいな。そうです、そうです、そうです。それで、ポイントまで行ったらやっぱり探すのにね、こう邪魔だったりとか、写真撮影するのに邪魔だったりすることもあるので、一回そこでこうポイントで外していただいて、ああじゃあ回収して置いといてみたいな。そうです、そうです。邪魔にならない、傷つかないようなところに置いておいて、はい、でそこで楽しんでいただいて、はい、なんか移動手段としてスクーターを活用するみたいなイメージですかね。私は帰るときまた、じゃあ、はいはいはいみたいな。そうです、そうです。めっちゃ便利ですね。めっちゃ便利ですね、いいですね。はい、おすすめです。あとはそのウミウシビンゴ以外にも他に今あのなんだっけ、浮遊系ナイトダイビングをやってるときにこうライトを置いてですね、はい、その小さなスズメダイの幼魚とか、はい、そういったものがこう寄ってくるっていうイベントを年に2回かな、うん、行っていまして、はい、でその時にあの水中カメラマンの堀口さんという方がいらっしゃるんですけど、堀口さんに来ていただいて、こう今どういった生物が出るとか、どういった場所だったら出やすいよねとかっていうのもこうイベントとして作っていて、うん、それにもこう参加者の方が徐々に増えてくださっていて、実は僕らも参加しました、ね、はい、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったです。その動画はね、はい、また別の動画でアップしようかなと思います、はい、ぜひぜひそちらも確認してみてください。はい、というわけで今回はアラベスクの小金沢さんに、八丈島についていろいろお聞きしました、はい、八丈島ね、来たことないけど気になっているって方結構いると思うんで、ね、そうですね、ぜひ参考にしてみてください、はい、はい、どうもありがとうございました。